なんか向こうの前は確かここの建物に泊まったと思うんだけど、こんな新しい建物できてました。サウディカップ。ナイスフォト。ベリーナイス。オールドメサロン。オールメサロン。This one also nice. Not very change a lot. Not change. Really? Yes. Not change. Not change a lot. Before here. How many years ago? 20 years. It's a Chinese yao la, lady man. Chinese yao la. Ah, you know, Nikai Doki Gali. Yeah. 20 years for you. Oh, this is very change, and I'll change a lot. แต่ตอนนี้ก็มีตลาดตอนเช้าใช่ไหมครับมีอยู่มีอยู่ใช่ไหมแต่อันนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนอ๋อนี่เปลี่ยนแล้วเข้าไปชั้นในที่นี่ไม่มีแล้วอันนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วครับอันนี้ไม่มีแล้วบ้านไม่มีแล้วอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วใช่แล้วโอ้หายะหายะหายะอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วบ้านใหม่แล้วเนี่ยแต่ว่ายังร้านมีร้านใช่ไหมมีแต่ก็เขาลุยแล้วเป็นสองชั้นอย่างเนี้ยไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วว้าดีเลยมีอยู่เพื่อนท้ายมีอยู่ครับของข้ามีครับไอ้นายฮะนี่มองเลยพานหายละขอบคุณ新生ゲストハウスのバンガロータイプの部屋がこんな感じです。一泊1500円ぐらいだったかな。こんな感じですね。十分綺麗ですよね。ドライヤーもちゃんとついてる。下は良いのある。全く問題なしです。やっぱりタイの田舎でもビボとオッポが強いですよね。サムスンとかアップルなんて全然見かけないですもんね、田舎行くと。今から バイクを借りて見かけてこようと思います。学校はできてますね。
バイクレンタルこの辺にあるって言ってたんだけど見つからないね。ああこれそっか、教会と一緒になってんだね。キリスト教系の学校なんだ。สวัสดีครับเที่ยวนี้มีรามมอเตอร์ไซค์ให้เช่าใหม่ไหมครับขอบคุณครับครับครับ雨が多いと地がらかこういったフード付きのバイク見かけるけど、これ便利でいいですね。お茶屋さんか。バイク屋どこにあるんだろう、わかんないな。あ、ここだ。ヤンミンモーターバイクフォーレント。シャーディーカップ誰もいない。シャーディーカップ、誰もいませんね。シャーディーカップ、さっきバイク借りたんですけど1日210バーツでした。宿にはなくてちょっと離れた場所だったんですけど、で料金的にはまあ高くも安くもなくっていう感じなんですけども、250バーツだけ払ってパスポートもデポジットも全く要求されない非常に緩いバイク屋でした。泊まってる場所だけ聞かれましたけどね。それから当たり前のようにヘルメットはないですっていうか、ここ名サロンバイク運転してる人ほぼヘルメットかぶってないですからね。まあ下から来るツーリングなんかで来るバイカーはかぶってますけどね、さすがに。そんな場所です。ならないとなかなか登録しようっていう気にはならないな。
しました。こんな感じでカフェとかもありますし、ここにセブンイレブンまでオープンしてるんですよね。こんな山の中だけど